美味しい。うん、甘い。さあやめて。ファーストキスしちゃった。VAMBI。ハロハロ。どうも、トイユです。はい、ということで早速今日も撮っていきたいと思うんですけども。何さ今のは。え？いやもう挨拶もうみんな見飽きてんのよ。いやみんなこのプロを見に来てるんだから。だからちょっとずつアレンジ加えていかないとみんな飽きちゃう。なるほどね。そう、急に始まるからさ、ユンのさっきの姿勢こんなんだったよ。恥ずかしいよね、バレちゃうよね。ユンちゃんが動画外だとクソ野郎ってことが。違うよね、もうリラックスモードなんだよね。こうやってやめて。ギョギョー。ということで本日は何をするんですか。本日はですね、韓国でめちゃめちゃ流行っているですね、ワックスボトルキャンディーというものがあるんですよ。それがね、どういったものか、これがね、すごいんですよ。 100% 中 80% 食べれないの。20% しか食べれないの。あれって食べれるもんじゃないの。いやいや違う、 100% で用意してるのに 20% しか食べれない、残り 80% はゴミっていう、そういうね、こう謎深き食べ物なんですよ。しかも聞く話によるとほぼ飲み物。そうですね、あたかも固形化のように売られてるんですけども、蓋を開けてみたら 80% 捨てて残ったのは2割の液体だけという、はい、それをもうちまちまねチューチューするやつがあるらしいんですよ。何ですかその不思議な食べ物は。調査しなくてはならぬですね。番組がそれがね、韓国でやたら流行ってるらしいんですよ。特に ASMR 協会では、ね、どうやらそのチューチューする音が、はい、これはまた鳥肌もんらしいですね。チュー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 ネズミカチュー。ということで本日の企画は、韓国で流行ってるワックスボトルキャンディーを調査。イエイ。ということで何はともあれ皆さんにお見せした方が早いんじゃないかということで、早速やっていくぜ。手ごろを早速やっていこう。ということで本日使うワックスボトルキャンディーはこちら。デデン。こういったものなんですよね。見たことあります？皆さん、まあ、YouTube 業界ではわりかし有名なんでね、見たことある人もいるんじゃないでしょうか、ね、早速このカラフェルポップコーンのバイユーみたい。きつい。出してみましょう。あ、いきます。あー、お前お前ここは ASMR じゃろ。この女 KY ですね。わざとだよ。 ASMR です。ここでは早速食べてみましょう。あ、よいしょ。じゃあ僕はまずこちらのメンバーカラーの青からいきたいと思います。じゃあ私はこちらの大好きな黄色を。俺は未だにね、この周りが美味しいんじゃないのと思っちゃいますけどね、うん、ちょっと食べてみますか。うまし かてーん。うましかてー。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。シロップ？これ中身をチューチューするんだこれ。いただきます。うんうんうん、うん、これなくなる。あ、この周りのがワックスってことじゃない。あ、そういうこと。うん、なんかね、なんか味ない。味ないね、ガムみたいな。飲み込んじゃいけない感じじゃない。あのね、ローみたい。ロー、うん、柔らかくてガムみたいなんだけど、プラスチックみたいな。飲み込んじゃダメだったの。この中身美味しい。一応ね、ジャムみたいなこと書いてありました。これいちごってことじゃ。多分いちごの可能性あるよね、これは。食べよう。うん、うん、甘い。味違う、ちゃんとね。これあれじゃない、ドクターペッパーの味。あ、する。これドクターペッパー味だ。これドクターペッパーだってことは杏仁豆腐みたいな感じ。すごいね、世界にはこんなお菓子があるんだよ。ね、よう考えるよね、だから、うん、だからこれ皆さん、でもこれほんとさ、はい、容器も食べれるようにさ、ほんとのキャンディーとかで作ってたらさ、もっと売れそうじゃない、うん、ね、なんでそれをしないんだろうね。そう、だから俺飴と一緒にこのシロップを食うのかなと思ってたんだけど、うん、周りだからこの8割は食えないんですよ。中のシロップしか食えない。もっとガリガリしながら食べたいよね。ね、続いてイエロー。イエローいただきます。うん、
食べたよ、私。何を食べた？うん、なんか酸っぱい。酸っぱい、ね、キレートレモンって感じ、うん、これキレートレモンだってことはやっぱレモンなんだね、黄色だから、うん、これハマるわ。楽しい。うん、あと食べてないの何色？緑いった？いったな。緑じゃん。綺麗。綺麗な緑。かわいい。かわいい、乾杯。やばい。乾杯。僕お尻から行こうかな。お尻から行った方がね、一気にね、飲める。うまい。うん、これは完全にチューペットの青りんご味。うん、いただきます。これ青りんごだわ、めっちゃ。チューペットだ。これめちゃめちゃチューペットね。オレンジじゃないですか。オレンジ。あら、これはあれじゃないの、あれ、ね、これはまあみかんじゃない、そのままみかん。うん、完全にみかん。みかん。うん、いただきます。この横腹食い、うまい。横腹食い、口の中に一気に広がる。ということで全食、はい、制覇しました。今日の動画はいかがでなんでこのガバガバ企画。違うんです、これまだ楽しみ方があるんですよ、うん、この続いての楽しみ方、ハイブリッドです。これを合わせて食うことによって新たな味が生まれるっていうね、そういう食べ方があるんです。自分で発見するね。そうで、これ青とピンクよ、これ紫の味になる。こうやってこんで、うん、コーラの味になる。本当？それもうドクターペッパーじゃん。僕はね、このブルーハワイっぽい味がね、うん、すごい好きなんですよ。好き？あのかき氷でもブルーハワイがめっちゃ好きなの。うん、なぜかわかる？なんで？僕ね、初めて彼女ができた時に夏祭り行ったんですよ。はい、その時食べた味がブルーハワイだった。引きずりすぎだろ。そっから俺の中でブルーハワイっていうのは特別な味なのよ。なるほどね。そう、バービーが最近そういうの多くない？あ、ファーストキスの味、ブルーハワイ。何言ってんの？その夏祭りで何があった？その後ファーストキスしちゃった。ファーストキスしちゃった。ブルーハワイを食べた後ファーストキス。いやだ、そんなみんなの前でチュッチュしてたの。いや違います、違うんですよ。花火大会っていうのは、うん、終わりますよね、花火大会が。うん、でもなんか2人ともそのなんか帰りたくないみたいな感じで、うん、どっちも帰ろうって言わないですよ、うん、でも特に行く場所もないじゃないですか。だから川沿いこうバーって歩いてるんですよ、終わっても。え、川沿いで。だからだんだんもう人もいなくなってきてね、はい、この街灯もない暗い夜道なわけですよ。うん、だいたいみんなね、帰省でそのさ、そう、電車ラッシュしてるからね。そうで、そこまだ今電車帰ったらちょっと混んじゃうねみたいな話とかして、そこでもチュッチュッチュッやだ、生々しいよそんな。俺の昔話聞いて今元カノめっちゃ湧いてるよ。だから元カノにさ、写真送んないでくれる？特定の一人のために、うん、誰に向かってあんた動画上げてんの？違う、そういうのがあんの。ユンちゃんはないの、うん、そのなんかファーストキス物語。え？だってユンほらアイドルだったから、うん、今までろくに恋愛もしてこれなかったですし。あ、恋愛禁止だったんだ、やっぱアイドル。恋愛禁止だったね、やっぱ。はいはいはい、だから枕とキスの練習したんでしょ、一人で。あとね、うん、あるあるんですよ。何？あの、てかさ、また中学校の時さ、ここ舐めて喜んでるやついなかった？え、何？どういうこと？いや、わかんないんだけど、じゃあそいつには何に見えてんのかわかんないですけど、なんか、ここを舐めて興奮したやついたんですよ、ここなんで？よくわかんないけど、何なのかわかんないですけど、僕にもそういうやつがいました。バカだな、男って。何したらキスしてる感じみたいな、なんか似てるみたいな、そういうの流行んなかった？なんかそういうのはあんまり聞いたことないけど、高校生の時でね、目ん玉をなんか舐めると気持ちいいらしいよみたいな。あー、いたいたいた。目舐めてみてみたいな。いや、そういうやつ絶対いる。お前は気持ちいいかもしんないけど、相手方絶対目の病気になるからね、そんなんやってたら。ちょっとじゃあ俺、あれやるわ。この音色3連チャン、これいきたいと思います。
濃厚。さあやめて、ユウを見ながらそういうのやめて。ずっとさ、ずっとるだけやん。今カメラ見てもこっち見てもずっと私のこと見てるからさ。何してんの。何がね、何してんの。すごいおかしい。ということでね、皆さんお待ちかね、いよいよその ASMR タイム、こちらやっていきたいと思います。ここからはね、あのイヤホンでね、ぜひ聞いてほしいなと思います。それではスタート。それでは ASMR コーナーへようこそ。ようこそ。早速食べていきたいと思います。頑張ります。僕は正直ね、美味しさランキングで言ったらこれ1位です。青りんご、意外だね。いただきます。チューペットの味、まずは匂いからね。絶対鼻の周りベタベタだよ。だけど大丈夫。乾杯。あ、これタバコ飲みうまい。タバコ。こうだこうだ見て。こうだこう。美ということでね、うちらはね、一つ分かったことがあります。何でしょう。うちらはね、ASMR やっちゃダメ。
向いてない、汚い、向いてない特にあんた汚いんだからもう主に俺向いてないですね、ASMR ということでね、この辺にしたいと思います。まあ気になる方はね、普通にAmazon とかでもね買えるんで、ぜひ探してね食べてみてください。これを見てる工場の方、これのキャンディー版を出してください。外側食べれるのぜひ作ってください。先行で万有にください。そしたら動画で紹介しますはい、ということでこれからも韓国の流行り物を紹介してほしいなと思った方は、グッドボタンとこちらのチャンネル登録ボタンを押してね。企画動向より何気にトーク中の変な話が好きだよって思った方は、高評価でチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでまた会いましょう。またなー。落ち着いたら韓国旅行行きたいね。行きたい、コリアン。